いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。日本は四方を海に囲まれ、豊かな魚類資源に恵まれた釣り大国です。日本列島沿岸にはその資源を支える海流が流れています。今回は私たちに恵みをもたらしてくれる海流と魚類資源、さらには釣りとの関係について解説いたします。今回の結論です。世界一と言ってもいい多様な釣り文化は日本を取り巻く海流によってもたらされた。今回の目次です。海流とは、日本の海流、海流と漁場、回遊魚と海流、黒潮の流路、海流と当たり年、この6つについて解説いたします。海流とは、海流は地球規模で起きる海水の水平方向の流れの総称です。同じような海水の流れとして潮流がありますが、潮流は時間の経過に伴って流れが変化し、短い周期性を持つものに対して海流はほぼ一定方向に長時間流れるのが特徴です。海流とは暖流と寒流の2種類に大別されます。暖流とは低緯度から高緯度にかけて流れる海流であり、寒流とは高緯度から低緯度にかけて流れる海流のことを言いますが、暖かい寒いというのは便宜的な分類であり、水温が何度以上は暖流というような定義はありません。海流の速度は様々ですが、黒潮、日本海流の流速は毎秒2メートルにもなり、まさに川のような流れです。海流の起こるメカニズムについては諸説ありますが、海面での風の影響や温度、あるいは塩分濃度の不均一による海水の流動などによって発生すると言われています。日本の海流。黒潮は北大西洋のメキシコ湾流と並んで、世界的に見ても最大規模の海流です。黒潮という名前は水の透明度が高く黒っぽく見えることから付けられたと言われますが、透明度が高いのは栄養分が少なくプランクトンの発生が少ないためです。一方で日本最大の寒流である親潮は東カムチャッカ海流に起源を発し、栄養分に富んでおり、魚を育てる親という意味で親潮と名付けられました。親潮の北側には冷水が存在するため、南側の暖かい水との間に水温の前線が形成されます。この水温前線を亜寒帯前線と呼び、亜寒帯前線と黒潮流の間の海流は混合域と呼ばれます。世界でも有数の漁場である三陸沖はよく黒潮と親潮がぶつかる海域と言われますが、実際にはぶつかっているわけではなく、東に向かって平行に流れており、その間に複雑な混合域が形成されています。黒潮日本海流は北赤道海流と呼ばれる赤道域からの流れから続いて台湾付近を通過した後、東シナ海に流れ込みます。その後九州の南にあるトカラ海峡から再び太平洋側に抜け、本州の南岸に沿って北上し、房総半島を抜けた後、東に進路を変えて黒潮俗流となります。東シナ海を通る黒潮から一部が分岐して対馬海峡を抜けて日本海に入り込み、日本海最大の暖流である対馬海流となります。対馬海流は日本海の中でいくつかに分岐しながら流れ、津軽海峡や宗谷海峡から抜けると、それぞれ津軽暖流や宗谷暖流となります。日本最大の寒流である親潮、千島海流は千島列島沿いに南下して北海道から東北の沿岸に流れ込んだ後、東に向きを変え蛇行しながら沖へと流れます。この黒潮は年によって大きく流路を変えることが知られています。大規模なものは黒潮大蛇行と呼ばれますが、これは日本南岸で黒潮が大きく南に迂回し、内側に冷水海ができる現象を指します。このような流路パターンを A 型と呼びます。これに対し本州南岸に沿って直進する流路は N 型、遠州灘南方から
小規模に蛇行し始め、八丈島の北側を通る流路は B 型、同じく南側を通る流路は C 型と呼ばれます。もう一つの寒流であるリマン海流は、ロシア沿岸に沿って流れる南下する海流であり、冬季には水温が0度近辺まで下がることが知られています。海流と漁場。日本近海には太平洋側にも日本海にも暖かい環境をもたらす暖流と、栄養分の豊富な環境をもたらす寒流が存在するため、多種多様な海洋生物が生息するとともに、生産力が極めて高くなっています。回遊魚の多くは海流に乗って回遊してくるので、黒潮と親潮が接する三陸沖のような海域は、南方系、北方系の両方の魚が取れます。加えて、養分豊かな寒流が水温の高い暖流に流れ込むことによって、プランクトンの大発生が起こります。三陸沖や日本海の他に、同じような理由で、ノルウェー海、南アフリカ共和国沖、アルゼンチン東方沖、タスマン海などが世界有数の漁場となっています。日本周辺の海域の生物多様性は世界でもトップクラスと言われ、その多様な水産資源を利用する漁場、漁食文化、そして釣り文化が発達しました。日本が世界有数の漁食大国、釣り大国になったのは、周囲を取り巻く海流の恩恵と言えるでしょう。回遊魚と海流。鮭、カツオ、サンマ、そしてクロマグロといった回遊魚が海流に乗って大海原を移動してくることは一般的にも広く知られています。例えば熱帯から亜熱帯の低緯度海域を起源とするカツオは、上りガツオといって黒潮に乗って北上し、毎年4月から5月には伊豆諸島周辺や房総半島の沖合の海域まで来遊し、さらに北上して黒潮と親潮の混合域で成長した後、南下していきます。このことを戻りガツオと言います。マリアナ海溝がウナギの産卵場と言われていますが、ウナギやサケといった魚たちもまた海流を巧みに利用して海と川を行き来しています。釣り人に馴染みの深いアユも稚魚の時代に海で生活していますが、こうした回遊魚が接岸し遡上できるかどうかは海流次第になります。海流は海だけでなく淡水の釣りにも影響を与えています。黒潮の流路。黒潮は年によって大きく流路を変えます。日本沿岸では黒潮の蛇行が起きますが、黒潮の流速や流量の変化に加えて伊豆海嶺の存在など日本南岸の海岸、海底地形の特性が蛇行の発生に関与しています。黒潮の蛇行は回遊魚の回遊ルート、漁場の形成にも大きな影響を及ぼすため、カツオの一本釣りやマグロ、ハエナワの漁船は常に黒潮の流路に注目し、最適な漁場を選択しています。もちろん釣りにおいても黒潮の流路は大きく影響してきます。例えば相模湾の夏の風物詩であるシイラ釣りや秋のカツオ釣りが盛り上がるかどうかは黒潮の流路次第と言ってもいいでしょう。餌となる小魚の分布や水温の影響もあり、はっきりとは言えませんが、黒潮が相模湾に接岸したシーズンは好調化に恵まれる傾向にあります。相模湾では大型のキハダが釣れるのも黒潮の恩恵と言えるでしょう。海流と当たり年。魚をはじめとした海の生物は、その漁獲量が年により多かったり少なかったりすることがあります。特に多く獲れた年の年休群、その年に生まれた群を専門用語では卓越年休群と呼び、これが発生した年が一般的には当たり年にあたります。こうした現象が起こる理由は、魚類をはじめとする海の生物の多くが小さな卵を大量に産むことと関係しています。海の生物の大量の死亡は死魚や稚魚の時に生じます。このことから、孵化したばかりの死魚や稚魚の時代に 0. 数%生存率が上がっただけで、資源の量が
大幅に増加するという現象が起こります。気候と海洋生態系の構造が10年から数十年の期間で大きく変動するレジームシフトという現象があります。この学説の始まりは1983年に川崎剛博士が世界中のマイワシの漁獲量の変動が海洋と大気の大規模な変動と関係していることを発見したことでしたが、その後気候・海洋のさまざまな分野での研究が進み、レジームシフトという概念は世界的なものとなっています。ある海域に生息する魚種の優先種、最も多く生息している種が定期的に入れ替わることを魚種交代と呼び、マイワシとカタクチイワシ、サバ類の魚種交代が有名ですが、こうした現象もレジームシフトによる海流の変化が原因と考えられています。海流の変化はより沿岸に生息する魚種の増減にも影響を与えることが知られており、東京湾のスズキやマコガレイといった魚種ではその年の産卵期における黒潮の流路パターンと数年後の釣れ具合には相関関係が認められています。しかしなぜ海流の変化が七魚期の生存率に関係しているのか、詳しいメカニズムは分かっていません。これらの疑問を解明するためには、水温変動が餌となるプランクトンの生産量や種類にどのような影響を与えるのか、またより大型の魚などの捕食生物に対する影響はどうなのかなどについても研究の進展が望まれています。日本の魚たちや世界一と言ってもいい多様な釣り文化は日本を取り巻く海流によってもたらされたと言って過言ではありません。目先の技術ばかりでなく、地球規模で海の環境と釣果の関係も考えてみましょう。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは釣りを通じて学ぶをテーマに様々な動画を配信しています。今回の動画で勉強になったと思っていただけましたら、評価並びチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント欄で釣りについて勉強してみたいことや、この動画を見て取り組んでみたいことなどございましたら、ぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。